はい、皆さんこんにちは、竹千代です。今日も手帳タイムをしていきたいと思います。今日はですね、 M5 のリフィルの紹介をちょっとしたいなと思っております。昨日さ、 M5 のなんか手帳をちょっとミネルバボックスのこちらの手帳ね、ジップタイプのこの手帳を使おうかなって言ってたんですけど、よくよく考えればオーセンの M5 もね持ってたので、ちょっとね今の気分的にはちょっとオーセンの方が気分かなということで、ちょっとねこっちで、やっていきたいなと思っております。ペンだよね。ペンを何刺すかですね。前何刺してたんだろう、これ。もう忘れてしまったよ。ただね、なんか、オーセンはね、今、M5、M6、バイブル、ナロー、あと英語か、と、ほとんどのサイズが出ているんですけれども、もう、オーセンはね、前も言ったかもしれないんですけど、私は買って、箱からこう開けるじゃないですか。化粧箱から開けるでしょ。その開けた時の感動が、ダントツの1位ですね、オーセンは。今までいろんななんか手帳買ってきたんですけれども、オーセンはね、どのサイズを買ったとしても、一番なんか感動する。なんだろうね。で、色味の方も、これキャメルと、あとダークブラウンと、あとブラックっていうのがあるので、一番なんか、有名っていうかメジャーっていうか、なんかいろいろ皆さんがね、使ってるのか、こちらのね、ライトブラウンなのかキャメルなのか、ちょっとごめん、正しい色の名前忘れてしまったんですけれども、こちらの色がまあ一番人気は人気なのかな。私は、バイブルサイズと M5 サイズは、これを持ってて、こちらの色を持ってて、ナローサイズはブラックで、M6 がダークブラウンですね、を購入しております。ということで、リフィルのね、紹介をしていきたいなと思います。まず、入れちゃったリフィルからちょっと紹介すると、まあ、このね、プロテクターはまず必須で入れますね。で、プロテクターは大体なんだろう、髪の巻き込み防止っていうね、名目で入れてる人が多いと思うんですけれども、まあ、なんか巻き込み防止って言ってもね、多分ね、すごいパンパンに入れない限り、そこまでね、髪を巻き込むことってないんですよ。なんかここら辺巻き込んで、なんか折れちゃったりとかすることってあんまないと思うんですけれども、私はもうこれはね、ステッカー貼ったりとかして飾ってしまうので、まあそれのね、なんかシステムデジタルの表紙みたいな感じで入れております。で、このメモリストのオールインワンマンスリーも M5 サイズの持ってるんで、こちらもね、一緒に入れておきました。7月からですね。もう今日だって26日でしょ。もう今から6月のやつ書いてもしょうがないから、ちょっと7月から書こうかなと思ってこれを入れました。で、メモリストのオールインワンマンスリーに関しては、こういう風にね、日付が書いてないので、自分でね、いつからでも始められます。なんで、バイブルサイズとかね、英語サイズとかいろんなね、オールインワンマンスリー出てるんですけれども、いつでも始められるので、それもね、合わせて Amazon で見てみてください。で、あとはこちらのね、これもメモリストですね。メモリストの M5 サイズの、シークレットリフィル。こちらは中にリフィルをこう入れておくんですよ。見られたくないやつとかあるじゃん。日記とかさ、仕事関係の書類とかさ、日記とか、そういう記録とかをね、こう入れて、これで隠せると。そういうね、便利なリフィルになっております。で、あとはこちらの付箋リフィルですね。付箋リフィルってさ、別になんていうの、そこまで使用頻度高くないんですけれども、なぜか買ってしまうっていうね。で、あとはこのケースね、この中にシールとかいろいろ入れております。これもね、後でオーセンの方に移動していきたいなと思います。またオーセンセットアップしたら、ちょっと明日ぐらいの動画になるかな。そこでね、またお披露目したいなと思っております。で、まずなんですけれども、で、今回ね、選んだリフィルは、比較的ね、手に入りやすいリフィル、ネットとかでも手に入りやすいリフィルを選んだつもりです。あんまりさ、なんかここの店舗に行かないと買えないよみたいなさ、リフィルとかってさ、結構限定されちゃうからさ、今回選んだのは比較的手に入りやすいリフィルっていうことで選びました。で、最初はこちらですね。アッシュフォードのメモリーフ無地小口シルバーですね。小口シルバーという通り、ここら辺がこのピカピカになってるの分かる？この小口がシルバーになってるんですよ。で、これはね、アッシュフォードのリフィルの中でも私はね、この紙がすごい好きで、万年筆のね、相性がめちゃくちゃいいです。で、660円ですね。やっぱり100枚入りで、100枚入りで M5 サイズのリフィルっていうと、もうちょっと多分値段はね、他のやつだと
お安いと思うんですけれども、やっぱ小口シルバーとか加工が入っちゃってるので、ちょっと他のねリフィルに比べればプライスはね高くなるんですけれども、ただ書き心地はね抜群に良いです。で、あとはカラーメモリーフですね。あ、カラーメモリーフの前にこっち行っちゃうか、メモリーフライトから行っちゃうか、ちょっと待ってね。一応このメモリーフライトって何かっていうと、トムエリバーです。なんで、すごく薄くて丈夫な紙になってるので、M5 サイズとかってさ、だいたいマックスでもリング系13とかなんですよ。個人でさ、作家さんで作ってる方とかにお願いして作る場合は15ミリとかでも可能な場合もあるんですけれども、大体のシステム手帳はマックス13ですね。マックス13だと思います。このオーセンとかなんて多分10か8じゃない?確か。10か。10っぽいな。うん。なんで大体がね、そのぐらいのね、リング系なので、やっぱり普通のね、バイブルサイズとか HB とかいろいろね、手帳使ってる方がそのまま M5 に移行してきて、普通にそのままの容量でさ、リフィルをこうバンバン入れてしまうと、すぐパンパンになっちゃうんですよ。なんで、メモとかね、日記とかのリフィルをこのライト系のトモエリバーとかのリフィルにするだけで、めちゃくちゃなんかそのリング系の節約になるので、これはね、マストアイテムですね。で、メモリーフライトは無地とか、あと6ミリ系もあるので、ぜひぜひ、購入してみてください。本当にね、薄いです。万年筆の相性もいいし、あとインクとかのね、インクも好きな人とかは、インクのポテンシャルも発揮できるリフィルだと思うので、すごくおすすめです。あとは、M5 のさ、リフィルだとさ、こうやって横にさ、書いてるとさ、こうやってね、横に書いてるとすぐ1行終わっちゃうじゃないですか。なんで、そういう時って私大体こうやって、このリフィルをね、横にして使うんですけれども、そうするとさ、こうやってね、横にして使うとさ、慣れないと多分まっすぐ書けなかったりするんですよ。まあそういう方は、こういうメモリーフの6ミリの横式のものとかもあるので、これはもう最初からね、横に書く前提でね、リフィルが開発されてるので、これもね、すごく便利です。これがね、30枚入りで275円ですね。で、これ横にこうやって使ってもいいし、あ、縦にね、こうやって、使ってもいいと思うので、私はね昔ねこれに何だろう、小説のさすごい気に入った文章とかを写して使ってました。小説の気に入った文章いつでも読めるようにさ、ここら辺になんか縦書きでこうやって書いて、縦書きの方が雰囲気出るじゃないですか、小説の場合。普通に実用書とかさ、自己啓発本とかのなんか大事なところっていうのはさ、別に縦書きじゃなくて横書きでもさ、なんか全然読めるんですけれども、やっぱ小説系はね縦で読んだ方がなんか雰囲気が出るので、そういうのは縦でこうやって書いておりました。あとはこちらね、カラーメモリーフですね。これカラーメモリーフはですね、よいしょ。いろんな色の展開がございまして、特に私が好きなのがこの黄色ですね。この黄色の字にオレンジのね、このアシュフォードっていうロゴが入ってて、で、かつ、ここさ、ちゃんとなんか、この、切ってあるでしょ。これね、リングにね、当たらないように、リングとか、他のサイズとかにさ、ペッて、M5 サイドのリフィルペッて入れると、ここら辺がさ、干渉して、ちょっとね、処理をしなきゃいけないっていう場合があるんですけれども、これも最初からね、どのサイズのシステム手帳にも入れられるように、ここ角がカットしてあるので、大変便利です。プラス、ここにね、スリットが入っていて、リングの開閉をいちいちやんなくても、そのままね、例えばこう、もう普通にさ、まあ、いつもだったら普通にリング開いて閉じるけど、そうと、もうと、開いてらんねえぜ、みたいな時は、こうやってね、これ押すと、こうやって入れられる。で、こうやって外せるっていうリフィルになっております。これもね、すごい便利ですね。で、カラーリフィルはね、普通に日記とかで使ってもいいんですけれども、例えばなんかリスト系とかさ、あと、なんだろう、なんか欲しいものとか書いといたりとか、そういうメモ的な目立つメモを作成したいときは、こういうちょっとパキッとしたカラーのメモリーフがあると大変便利です。あとメモリーフっていうと、こういうメモリストからもね、メモリフィルが出ていて、メモリストの場合は結構カラバリがね、ほんと可愛いんですよ。そのなんか結構ニュアンスカラー的なものが多くて、パキッというよりかは、パステル系のすごいふんわりした、可愛い柄になっていて、かつこういうね、ゴールド印刷で、こう絵が入ってるので、文字書くだけで華やかになるっていうリフィルになっております。
あとダヴィンチね、ダヴィンチから M5 のリフィルも最近ね、最近ってここ1、2年か出て、そのダヴィンチのリフィル、この M5 サイズのリフィルもやっぱりトモエリバーを使っております。これが50枚入りで330円ですね。これもね、あのダヴィンチのこのトモエリバーシリーズのリフィルも結構いろんな種類があるのでね、あの店頭でぜひぜひ見てみてください。多分システム手帳リフィルとかを結構多く取り扱ってるところとかは大体置いてあると思う。あ、これはでもちょっと中澤さん限定だからあれか。あ、ただまあ買えるか。オンラインストアで買えるからちょっと紹介するか。これがリテロリフィルですね。これグラフィーロの紙になっております。リテロリフィルはね、あとなんかマシュマロとね、いて、今肘打った。あとなんだったっけな。なんかいろんなね、紙が4種類ぐらいね、確かあるんですよね。そのリフィルの M5 サイズになっております。これ確か M5 から A5 まであったんじゃないのかなと思います。で、まあ店舗ではもちろん手に入るんですけど、オンラインストアとかでもね、手に入ると思いますので、で、長澤さんのさ、オンラインストアさ、マジで、本当にね、親切丁寧なので、ぜひぜひ利用してみてください。で、関西行ったらもう必ず長沢に行ってください。もうほんと天国です。マジリフィルと手帳天国ね。で、こちらがね、いい加減リフィルですね。いい加減リフィルについても、オンラインストアで展開があったと思いますので、紹介いたします。で、最初発売してたやつって、このコスモエアライト。の紙だったんですね。で、コスモエアライトだったんですけど、今、新しい新色で出てるのはトモエリバーかな。なんか昔のね、やつはね、これこの線がね、インク弾いちゃってたんですけれども、今トモエリバーになったので、そのインク弾くとかそういうことは全然なくなりましたね。で、色味がめちゃくちゃ可愛い。で、いい加減リフィルって何かっていうと、見て、わかる？このフリーハンドで描いたような、このグリッドわかります？そういう感じなんですよ。フリーハンドで描いたような、このラインね。まあ、実際フリーハンドなんだろうけど、このラインがね、めちゃくちゃ、だいたい7ミリ横形線、だいたい7ミリ縦形線、だいたい5ミリ方眼形っていうね、いい加減にお使いくださいってことで、ここにね、QR コードとかもあるので、これで、読み取れるんじゃないのかな？どうだろう。そう、なんか適当なリフィルですね。なんかそんなにカッチリした気持ちで書くっていうよりかは、ふにゃふにゃふにゃーって、なんかメモ的にファワワワって書くときに結構使ったりするのと、あとほんと色味が最近めちゃくちゃ可愛いのが出てて、これモンブランか。あとね、なんか夏みかん的なやつとかもあるので、そちらをね、オンラインストアとかで見てみてください。いい加減リフィルで検索すると、インスタグラムのアカウントとかも出てくると思うので、そちらも合わせて見てみてください。あとはプロッターですね。プロッターは、こちらはリフィルメモパッド、おなじみのリフィルメモパッドでございます。よいしょ。こんな感じでね。こんな感じで。リフィルメモパッドは、まあ、そのままね、この直接こうやって挟んじゃってもいいんですけれども、私は大体このまま、手帳の中にシュッて入れて、シュッて入れて、ベルトとか留め具を閉じたりとか、あと本当に荷物究極に持っていけねえって時は、これにボールペンで、外出してたりとかしました。やっぱこれだとさ、薄いし、持ち運び大変便利なんですよ。めちゃくちゃ軽いし。なんで、本当にね、でも、M5 サイズで最強のなんか持ち運びツールって考えたら、やっぱリフィルパッドポーチ、モダングレースの M5 のリフィルパッドポーチあるじゃないですか。あれがあると便利だよね。今欲しいんだけどさ。あれがあるとね、そのペンとかも普通に収納できるし、付箋とかも収納できるし、ある程度いろんなものを入れて、プラスリフィルが入るので、あれがやっぱり持ち運びツールとしては最高かな。で、次がこれ、ノックスのメモ、5ミリドット、転勤100枚ですね。これ転勤100枚何かっつうと、ここがね、金ピカになっております。さっきのアッシュフォードのやつは小口がシルバーだったんですけれども、こっちの方は真っ金金ですね。本当にゴールドです。で、こちらが何枚入り ?100 枚入りで715枚ですね。715枚じゃない、715円ね。なんでまあそのぐらい値段になるよね。この転勤系のやつはね、他のサイズでも出ております。今バイブルサイズとかでも出てるので、これもね、合わせて使ってみてください。結構インクのノリはシビアっていうか渋いかな。他のリフィルで書くとちょっと太めの万年筆もこれで書くとちょっと細めになったりとかします。で、次ね。次が、じゃあプロッターで行くと、こちらのトゥードゥーリスト。さっきのリフィルメモパッドなんですけれども、M5 だとこのトゥードゥーリストあって、
M5 だとっていうか、まあ普通に他のサイズとかでも展開してるんですけれども、デザインが違うんですよ。他のサイズ、これよりも大きいサイズになると、なんか進捗度みたいな感じで、こっから0から 100% みたいな感じで、ここら辺ね、もう一つ、列があるんですけれども、これ、M5 サイズになるとすっごいシンプルで、チェック欄とこのミッション欄の2つしかありません。私、このね、いつも進捗度とかいらないから、ぶっちゃけこのね、デザインの方が好きなので、M5 サイズにね、M5 サイズを使うぞってなったらね、絶対使うリフィルがこちらになっております。トゥードゥリストね。あと、下敷きもね、あるからね。これ下敷きも各メーカーね、M5 サイズ出し、M5 サイズのリフィル出してるところは、だいたいこの下敷きとかもね、発売してくれてると思うんで、アッシュフォードのやつは比較的固めのやつですね。プロッターだとね、ちょっと柔らかめになっております。だから、もし、こちら、下敷きってだいたいこうやってスリットついてるんですけれども、こうさ、スリットさ、まあ、例えばこうやって入れてさ、下敷き入れて、ペーって出すとき、出すときに、リングをさ、なるだけ傷つけたくない人、あと力加えずに取りたい人とかは、こういうプロッターとかの柔らかい下敷きの方がいいかもしれないです。アッシュフォードのやつはどっちかっていうと硬いので、結構力加えないとね、こう、着脱ができないので、なんか、まあ、硬い分ね、なんか、不安定なところで書いたりとかするときは、こっちの方がやりやすいんですけれども、まあ、どっちもメリットがありますね。こっちの方が柔らかいです。こっちは硬いです。なんで、それもね、覚えといてください。で、トゥードゥーリストでしょ？あとは、プロタのね、忘れちゃいけないプロジェクトマネージャーですね。これはもう、他のサイズでもさ、すごい、説明してるから、今更だと思うんですけれども、プロジェクトマネージャー何かっちゅうと、さっきのさ、メモリストの、目隠し系のリフィルあったでしょ？それの紙バージョンですね。これもね、チャートとかあって、データとかあって、ここに書ける欄とかがあって、これもね、私中身ね、ついぞ、筆記したことはないんですけれども、ちゃんとこう書きたい人、ここの中には何が入ってるのかっていうのをちゃんと書きたい人とかは、こういうのね、書けるスペースがあるとね、すごい便利ですよね。で、プロッターはね、マジでね、いちいち色がね、渋くておしゃれなのよ。なんだろう、その、まあ、ユニセックスで使えるし、あと、もう一目で見てね、オシャンティーな色っていうね。こういうもさ、なんか、プロッター的なオレンジカラーと、あとこういうさ、なんかちょっと肌色っぽいものと、肌っていうか、なんだろうな、これ。これなんて言うんだっけ、こういう色。忘れてしまったよ。これね。まあ、とりあえずもうその色味的にすごくおしゃれなので、ぜひ見てみて。よいしょ。で、次が、このさっきも紹介したけど、このフラッグメモね、付箋ですね。付箋リフィルですね。これもね、あるとまあ何かと便利っちゃ便利です。で、もし、そのフラッグメモとかもさ、これさ、プラスチック素材のリフィルなんで、ここね、ハサミで自分で切り込み入れれば、自分でこう着脱式のリフィルができる、出来上がるんで、ここら辺切り込み入れてもいいかもしれません。あとは、アッシュフォードでもね、このドントフォーゲットっていうトゥードゥーリスト系のリフィル出てるので、あとこれもバインデックスからもね、出てますね。多分タビンチからもね、あると思います。もうフォーマットを見てさ、自分の好きなフォーマットをね、選んでみてください。アッシュフォードの場合は、月日、あと項目、あと何かのチェック欄と、あとマジの資格のね、チェックボックスがついております。でこっちになるともうちょっとシンプルですね。データ、日付とチェック欄と項目だけになっております。で、あとはしまう系だとこのクリアポケットね。クリアポケットとかもさ、何かとね、こう一枚だけ入れとくとね、なんかレシートこの中にウェイって突っ込んだりとか、あとメモ紙をさ、いちいち閉じておかなくてもいいようなメモ紙とか、あと可愛いさ、メモ用紙にメモったやつとかってさ、別に穴開けなくてもいいなみたいなやつとかは、私はこの中にヒュッと挟んで、そのままね、買い物リストとかでこういうの見たりとかしております。あとファイルケースね。これもね、これはもうどのサイズでも絶対入れております。私はこのファイルケースに関してはね、これごめん、M6になっちゃうんだけど、こういう風にね、シール入れたりとかしたりしてます。シールとか、あと M5 サイズのリフィルをこの中に入れたりとかね、そういう風にしております。あと M5 でもアシスタントホールがあります。アシスタントホール何かっていうと、資料とかさ、まあ、M5 サイズの資料って全然ないと思うんだけれども、M5 サイズのもので、なんだろう、それに穴を開けたくないもの、穴を開けたくないものに対して、このアシスタントホール、ここに
接着面があってピーって剥がしてその対象物にねピュってつけるとそれだけでねあの5ケツのリフィル化が完了しますので、例えばよ、例えばさ、まあ、これをこちらの付箋をねそのまま手帳にインしたいってなった時に、まあ、ここに挟んでもいいんだけれどもリフィルとしてインしたいっていう時にこのアシスタントホールをここら辺にねピッてくっつけて、そうするともうすぐリフィルが出来上がるっていうね万能なねデザインのものになっております。このアシスタントホールについてはどのサイズでも展開があると思うので、気になる人はねそのサイズ見てみてください。あと最後ね、最後こちらねキーホルダーリフィルね、アッシュフォードのキーホルダーリフィルになっております。これもね便利ですね。ただ売ってるところがね、大きいところだったら売ってると思うし、あとオンラインストアとかでもね完売してなければ売ってると思うんですけれども、これも何かと便利でしょ。キーホルダーリフィル、これね M5 サイズにこう入れるとそれだけでキーケース代わりになるっていう、まあオーセンはキーケース代わりにはしないけど、ただあるとね、私これからさなんか自転車とかねでいろいろ車に自転車積んでいろんなところ行こうかなって思ってた時に、やっぱ鍵さ、私普段の鍵さめちゃくちゃジャラジャラで、昔のさベッキーの携帯並みにジャラジャラついてるんですよ。それいけないじゃんそれで移動するとちょっとしんどいから、鍵だけをさここら辺にくっつけてスマートになんか移動したいなと。あとプラスでさ、あのこういうのにこういうカラビナとかこういうなんか何ものにつけられるギアみたいなのあるじゃないですか、いろんなアイテムねツール、そういうものとかもねちょっとここに入れたらかっこいいんじゃないのかなと思って、こちらのリフィルはねちょっと早速ね活用しようかなと思っております。ということでですね、 M5 サイズのね比較的手に入りやすいリフィルをね今回紹介いたしました。大体のものはねもう紹介したいと思ってたものは紹介できたので、ぜひぜひね気になるものとかあったら、まあオンラインストアとかだったらさ各メーカーあるし手に入りやすいし、あとアマゾンとか楽天とかねいろんなところでもね見てみてください。ということで本日はですね M5 のリフィルを紹介しようという回でした。では皆様ね今日も見てくださりありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。バイバーイ。